ペンちゃん。なんか肌ツルツルないけど、どういうこと？なんか久しぶりに配信やっとるけど、なんか肌ツルツルないけど、私どうしてこんなに肌がツルツルなんだ。あら、ハッシュタグクマ愛してるよ、ありがとう。クマこんにちは。ね、なんかツルツルじゃない？ただツルツルなんやけど。あ、そうかもしれない。正月休みだったから、私とっても肌が調子が良くなったかもしれないぞ。健康的健康的すぎたか。ちょっとここ数日間休みまくってたからな、私。あ、ユティさん中吉だー中吉、うん、あきあめ鏡入れてよかったです。あきあめだね、みんなストレスフリーやめて。アイドルがストレスみたいになっとるよ、それ。違うけんね。そう、あのいっぱい寝れるそういっぱい寝れた、ごめん。うん、あのいっぱい寝るときにね、やっぱこう肌がツヤツヤでございます。はい、そう、やっぱいっぱい寝れるっていうのはね、素晴らしいよ。うん、この通りね、肌がよみがえりまして、なんかちょっとまだ変ないけど、よいしょよいしょ、うんうん、喉今日あんまり喋ってなかったけん、なんかいっぱい寝てるし、喋ってないしね。あら、ずっと京太郎さん、おみくじありがとうね。喋ってないと声でんくなる、本当にそうやんな。ちょっと声出ししとったらよかったか。うん、今日全然まだ喋ってない、私。どうだ。あ、でも肌ツルツルだな。なんかエフェクトかかってるのやめたのに、無加工にしたのに。これか、無加工。あ、いや、無加工だ、今無加工でした。はい、うん、喉開いていこうね。ちょっと発声練習してこう、みんなで。みんな声出した、今日大丈夫今日一日声出してる、みんな。あ、あきさん中吉ありがとう。そう、健康なの、よきよき、ありがとうね。健康を心配していただき、そうです、健康です。今さ、スイカゲームにハマってます。皆さんいかがお過ごしですか？私も超スイカゲームやってる。めっちゃスイカゲームやってるそう、ごめんけどね、時間があれば私はスイカゲームやってる。最近もうなんか考えてるの、どうやったらスイカとスイカがくっつくことを。そう、いまだに私ね、スイカとスイカがくっついたことがなくてね、頑張ってやってるんですけど。最高は3500、600ぐらいです。うん。今日初めて発した言葉、この配信始まった時の、あ、ひなちゃんだった。マジ。ちょっとやばいな。うん。ひなも今日全然喋ってないけど、今さっき初めて喋ったってことな。この配信が始まった。そりゃやばい。あ、そう、2個出すのが難しい。もうまず2個作れないね、スイカね。うん、スイカ2個作るの本当に難しいから、みんなやってみてほしい初めイカゲームのパロディーかと思った。確かにね、あれやもんな、イカゲームもなんか名前にとる巣がつくか否かって感じやもんな。
私はイカゲーマー超苦手です。スプラトゥーンね全然できんね。いいなね。あ、せやさん結婚してありがとう。結婚、うん、あきおめ。やつで会えて大吉、それは良かった。うーん、ムーさん、あら中吉かな、おめでとう。あ、明日渋谷行きます。そうです、私は明日からなんと東京でね、なんだっけな、アイドルコンテンツ、待てよ。ちょっとあのフェスの名前が出てこ、今 ICE だって。アイスってこと？ ICE って何？アイドルコンテンツエキスポでございました。明日からね、アイドルコンテンツエキスポと1月6がアイドルスターライト。なまりすぎやろ。アイドルスターライトボリューム3でございました。はい、明日はアイドルコンテンツエキスポに出演して、明後日はアイドルスターボリューム3に出ますんでね、よろしくお願いします。あ、そうです、アイドルフェスなんで、あのいっぱい他のアイドルさんもいる中で、そうです、 ST48 の代表として。なんか代表って言い方はちゃうかもしれんけど、あのまあ ST48 の中から呼ばれた7人6人、7人よな。もう何人いるかわからん、いつも7人、多分1,2,3,4,5,6、すいません6人でした。失礼。6人でね選ばれているので、ちょっと行きたいと思います。はい、あざむきさん、くまありがとう。くま、うんうん、さすがだな、さすがやな、何にも分かってないからなんでしょ。そう。そうよ。あ、店員さん、中吉おめでとう。大吉がなかなか出んね。そう、初見夢はどんなんでしたか。初夢なんだろう、まだ覚えとる夢を見てないの私。なんかいつの間にかいつも朝になってびっくり。うん、まだ多分夢見てないね。かずきさん流れ星ありがとう。キャキャー。うん、あ、大吉だ、我が名は大高さん。いい年が過ごせそうですな。すごい。お、八高新さん、中吉。2年連続は無理か。あ、そう、正月の七並べガチャ、やったよ。七並べガチャやったよ。うん、超楽しいよねあれね。ひなが出たやつスクショしたかな私。今ね、七並べで、あのひなちゃんが、もうひなちゃんのシークレットが10枚出るガチャやっとって、それがすごいんよ。私スクショしてないかも、泣いた。三が日限定だって、ごめん昨日終わっとった。うん、そこによく見たら三が日限定って書いてあった。ごめん終わっとったんやけど、 こういうのをやっとったんや。そう、なぜかこれしかスクショしてない。うん、カードをスクショしてほしいものだ。あれ暑かった、激熱よな。なんか昔のカードがゲットできて、すごい激熱展開って感じでした。私持ってないカード結構あるっけさ、本人なのに、残念ながら本人なのに全部回収できてないからさ、嬉しかったでございます。
私もヨロピヨヨロピヨね、全部レインボーですごいよね、すごかったよね、みんなやってた？あとね9回ぐらいやりたかったな、ひなはあと9回ぐらいやりたいな、このガチャってなってたもん。恋無限にあるから、私そうシナダルさ、先月いっぱいやったからコインが無限にあるんだ今。ピョーズ8番出口ってゲームしてみませんか？見たよそれ、私 YouTube のゲーム実況者なの見たよ私それ。あれでしょ、なんか間違い探しみたいなやつでしょね。沢木さん結婚して、ありがとう結婚。ひなちゃん口運とかはない方？ひなちゃんはねあんまりないんだよね口運が。そう、コインとハートが2に枯渇してる。うん、分けてあげたいそう、8番出口ですらひなちゃんの耳ってさ、ひなちゃんは結構ねホラー得意なんですよ実は。こんな見た目でね、そういつもね、あのね私がホラー大丈夫なんよねって言ったらね、絶対嘘やって言われるんですけど、そう意外と私はホラー大得意なんでそう、泣いないでくださいね私のことなんかホラーはね小さい頃からね、もうほんと小学生ぐらいよ、小学生の頃からあの本当にあった怖い話とか、世にも奇妙な物語とかめっちゃ一人で見てた。もはや強くない？小学生の時から見とるの強くない？なんか好きで見よったよな。なんか世界にはこんなものが存在するんだみたいな、すごい私なんだろうな、変なものっていうか、なんかちょっと不思議なものに興味を惹かれるタイプの人間でそうなんかさ、こんなものが世界に今存在するのみたいなの結構好きで、そうなんか自分が体験してないことを体験しとるみたいなの、なんか知りたいみたいな、なんかわかるなんて言ったらいいんだろう、なんか自分が体験してない話をしとる話を聞くのが好きなんてなんかむずい、やばいやばい、むずいむずい、なんかわかる言いたいこと、こうそんなことが起きてたのみたいなその人の身にはそんなことがあるんだみたいな、そういう話聞くのが好きというか、なんだあすごいわかる、あ本当に興味津々がある、そう興味津々があるやから、そう好奇心旺盛なんよ本当に、そう好奇心旺盛、そう、そうそう自分に起きてない話をこう人から聞くのがすごい好きなんですよ。なんか怖いものじゃなくてもなんか不思議なさ、その出来事もあるじゃないか、いい方のいい方不思議な出来事も聞くの好きだし、あゆりさんかわいい、ありがとう、なんだほら UFO みたいなやつとかも好き聞くの好きだし、なんかこうスピリチュアルな方も聞くの好きだし、なんか人がなんか体験した私には起きてない話を聞くの好き。そうそうそう、なんか人の話聞くの好きなんよね多分私そう自分が体験してない人の話聞くの好き。ちょっとリボン下手やった、あそう都市伝説とかも好きだし、なんか普通にさ好きなんだよね、人が起きた話を聞くのが多分
不思議な話なの何個かあるって本当に全部聞きたいぐらいの気持ちよ、私はそれを人の人生興味津々だからね。うん、そういや今日最強運勢占いある？そうなの？私あれは見たんよ、なんか自分の干支を星座血液型のこの3つがなんか占いでなんかこの組み合わせが1位みたいなやつ見たんよ。私350位やった、真ん中の辺泣いた。うん、そうあれ350位くらいだった、あら一緒、360位くらいやったかもしれんひな。うん、なんかその辺、そうなんちゃん願いが買う変なツボ買いそう、あそういうのは買いませんけどそういうの買いませんけど、いやでも話を聞くのは好きです。本当にあった不思議な体験とか、うんね、今年のメンバーのなんかランキングで出てないんだよね。去年は手相占いしてもらったんやけど、なんかさ手相占いしてもらったけど私何位だったか忘れちゃったんだよね。何位だったか覚えてる人いない去年私の手相ランキング何位だったっけよいしょ、うん、ね、占い答え合わせしたい、したいよ。うんうん、覚えてない。じゃあ明けましておめでとう、明けましておめでとうですよ。へそ占い違う、手相、手相でも私ね手相が全然ない人なんですよ。でけんなんかすごい一番最初になんか島田さんに占ってもらった時かな、なんかに無限の可能性があるって言われました私手相ないらしくて全然、もうスススス猫、あ全然ないやろショールームの画面にもね映らないぐらいしかないんですけど、あざきさねましたね、キラキラ。そうだから何にでもなれる、なんか右手がなんか未来を見る手で左手がなんか今と過去を見るみたいに言うじゃん、なんかちょっと忘れちゃったけど、どっちがどっちか、私どっちも薄いんだよね。うん、でも生命線が本当にないことだけは悩み。ほら私の高校のさ、この線を生命線って言うらしいんですよ。私ここまでしかないからね、ここぐらいまであってほしいよね。うん、私はねここまでしかないね。うんかわいそう。けどひなちゃん30位中の36人、あ36人中の30位だったよって、嘘でしょ、運悪すぎじゃん、かわいそうね、長生きしたいよ、私も長生きしたい、本当に薄いね。でもまあ、あのマスカケ線とかある人とかさ、なんだっけ、あのなんて言うんだっけ、マスカケ線と何がいいんだっけなんとかさんみたいな言う、うん、強な線欲しい。うん、あ
そう、覇王戦、それ言いたかった。それそれ、マスカケ戦と覇王戦が私も欲しいです。山手線やばい。新年早々座布団あげなきゃな感じですけど、ねえ、韓国とかで手相作るらしいもんね。ちょっと初めて知った。そうなの、韓国すごいな。ちょっとそこまでやる感じでもないな。覇王戦を切って書いた人がいました。そんなに覇王戦大事なのか、人生において。じゃあ明けめことやろ、ことやろ。手相見てもらったら超セレブになるって言われたけど、その兆候は今のところ全くないです。悲しいだけ。そういう時もあります、お、俺と会えただけで大吉だよって、ちょっと自分に自信が終わりで。ありがとうございます。はい、ね、結婚線はなんかこの辺でしょ。私はね、いっぱいあるよ、え、右手と左手どっちなんだろう。私いっぱいあるよ、左手だった場合。大丈夫そう。知られている、それだけちょっと知りたいかも。結婚線とはどっちの手だったっけな。ね、こういう大きい女ってこと？まずいじゃん、そんなの。あ、右手だった。じゃあ大丈夫だ。でも、え、ここだっけ？なんか。まずいな、私2本あるな、じゃあ。2本ある気がするの。まずい、見なかったことにしよう。あ、右手のね、この辺、この辺にある、こう生えてる線らしいんですけど、まあ私薄いんですけど、本当に薄い、何にも見えないよ、ほら何にも見えないでしょ。でも2本ある気がしてね、まずい。でも1本って、1本なのかも。なんか2本目血管な気がしてきた。ほぼ血管、1本だわ。見せられない、ここ見せられない。手相っていっぱいあるからね。でも私結婚戦こう、最後こうなってる気がして、なんかこれ絶対良くないやん。って感じだけど大丈夫かな。ね、
もう無理だよ私多分。こうなってるもん最後。多分私無理なんだよ。離婚する可能性があるってことでしょきっと。ね、悲しいよ。あら、ザキーさんいっぱい結婚してくれて、結婚の話してたからいっぱい送ってくれてありがとうね。すごいすごいすごい。結婚結婚タワーかなこれは。1234567891234567891010かな11かな。ちょっとなんかわからないんだけど、結婚タワーありがとうございます。ガチガチしましょうかね。あれペンどこやった。あった。私のせいは割れ気味だが、うん、めっちゃ割れてるわけじゃないから、うん、大丈夫。はい、うん？あ、すっごい手についた。真剣に書いておりました。うん、もし結婚するなら幸せになってほしいなって結婚はしたいが、幸せにしてくれる人はいるんだろうかねえ。みんな以上にひなのことを幸せにする人は現れると思う。ということで、キーさんとはありがとうでーす。あれ間違えたか、ひな間違えたか、漢字。ちょっと待って間違えたか、ひな。あれ合ってる。大爆笑案件出ましたが、これもしかしてまずいぞ。どうしてこうなったかな。うん、あの間違えた。うん、あの書き初めみたいに書こうと思って書いた字が、あの立つじゃなくて龍。うん、ごめんなさい。でも私こう見えても一書道をね習ってたんで、綺麗にもう一回書き直します。はい、龍が如くちょっとお龍さんになっちゃいました、失礼。よし、書けた。はい、ででん、ありがとう。これ一応タツさんですかね。失礼。
リュウさんになっておりました。リュウポーズ、こうって聞いた。爪だって。はい、筆ペンじゃないけど。こんな感じでございました。そうそうそう、ライアンポーズ、竜ポーズ、竜じゃなかった、立つポーズ、やばい、竜という言葉に頭がなっちゃってるんだ。うつぴよ、いらっしゃいませー。いや、それ字綺麗だね。ひなちゃんね、字別に綺麗な文字じゃないんですよ。ただ力強く書くということを習いました、習字では。どういうこと、うん、なんかこう力強く、うん、うんうん、そう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 、ノリと勢い、そうですそうです、そう言われましたね。足を出してこって足を出してこって、うん、同じく言われた。あ、本当に？そう。私なんか筆圧強いんかな。なんか筆とかなんか綺麗に書こうと思ったらなんか力入っちゃうんだよね。そう。別にいつもそんな力強くないんだけど、なんか綺麗に書こう、こうなんかうまく見せようと思った。力入っちゃった。そう、すごい力強い字になっちゃうんだよねと思ってたんですけど、それでいい、中心の先生はそれでいいって言ってくれました。うんうんうん、思いを、そう、思いを乗せちゃうんだと思う、多分書きながらね、思い乗っちゃってるんだ。おしゃじめ、だんだんくん、ひなちゃんの出番多くて得した気分でした。そう、私他のねメンバーはねほとんど、あとアイコジもだったかな、アイコジとひなとさこちゃんだっけな、がいつもより一曲多く出てたんですけれども、ほとんどのメンバーはですね半分ずつで出演をね分けれてやってたので、まあ、私の推しの人はね得しちゃったよってことですよ、いつもよりも。よかったね、うん。そう、私も仕事始めから元旦公演で皆さんとお会いできたのもすごい嬉しかったですし、一曲多く出れて、なんか新年からね頑張った感じで。はい、楽しかったでございます。うん、得しました、お買い得。いつもより一曲多めにやらさせていただきました。そう、他のメンバーはなんか割と楽屋キンキンに冷えてるんですよ、もうめっちゃ踊るし、もう熱いってなるからさ、それでメンバーが寒いって言ってました。私はずっとポカポカの状態で、はい、やっぱ一曲多く出てんでね、私はポカポカの状態でね、そう、他のメンバーは寒いって言ってる中、私はポカポカの状態で出てました。よろしくお願いします。
ちゃん俺だけのもの急にどうした急にどうしたんか。うーん、進むって切り返したのがうますぎました。え、嬉しい。ちょっと私があの MC の進行をしてたんですよ。そしたらあの漢字、なんか今年をどんな一年にしたいか漢字一文字で合わせてみたいなことをメンバーに聞いて言ってもらってて、で私はもう MC だからね考えてなかったんですよ何も進行か進行だから考えてなかったんですけど、振られてどうしようどうしようと思って次に進みたいと思ったんですよ私はもうとっさに思ったのが次に進みたい、もう私に振らないでほしいと思って次に進みたい、じゃあ進むという感じで次にこの MC を終えて次に進めたいとって返したんですね。はい、で次に進みましたね、はい、曲に進めました。うま、新年からうまい私ヘイヘイヘイ、会場の王が多かったね、嬉しかった、ちょっとなんかおーってみんなが言ってくれてえいへいへいってなっちゃったそう、えへへってしてたでしょ私、えへへへってなりながらね、これ頑張った、よく聞こえたよひなちゃんコールも、元旦から声出してくれてありがとうございます。そう、まあでも明日と明後日でね今年初ひなちゃん推し活する方もいると思うので、あの声出していってくださいあの明日明後日はね東京なので、東京関東住民の皆様お待ちしております。配信もは、あ配信はねアイドルスターさんの方はね絶対にあるんだけど、コンテンツアキスポさんはどうなんだろうかな、ちょっとあアイドルスターさんは1月6日にある方はニコニコ動画さんで配信されていますが、アイドルコンテンツアキスポさんはどうなの、ないかな、ないかな。アイドルコンテンツエキスポさんはなさそうです。アイドルコンテンツエキスポさんはね前も出たことがあるんですけど、また出れて嬉しいね。ST はね9時半から9時55分というなんて夜中のライブで、結構なんかこんな9時半から9時55分っていうみたい、なんだろう、なんかこんな夜中にみたいな感じなんですけど、そう大トリをねさせていただくのでちょっと頑張りますはい、夜中に大トリでまるで夜のテンションかのような感じで、はい、盛り上げたいと思います。ジュリアンの東京かのような感じではい、
9時半から9時55分はちょっとあんまり私たちもライブでやる時間ではないんですけど、うん、ちょっとね盛り上がりたいと思います。はい、あ、場所はですね、ん、なんだこれはどこだーいスポティファイ OEST っていうところなのかな、多分そうなんだろうな。スポティファイ OEST、 あ、東京都渋谷区道玄坂 2-14-8-2 階ですよろしくお願いします。はい、道玄坂だってなんか聞いたことある。渋谷道玄坂 2-14-8-2 階です。ここ住所なんでね、来てください。あ、やついフェス、はい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 、うんうん、待っておりまいす。都会だよ都会、明日は都会でフェスだよ、大鳥だよ、9時半から9時55分だよ。そして明後日の6はね、場所はね、明後日和田まんやさんが公式アンバサダー MC やるわけじゃないのかな、ちょっとわからないが、そうなのか。どこかな、プレーサル、プレーサープレスレ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 って場所ですね。あさったら行きます。あら、お待ちしてます。そう、元乃木坂の乃木坂さんの和田まんやさん、広島出身ですよね。今広島出身、広島出身じゃない、広島拠点に活動しているんで、一応ちょっと嬉しいなと、はい、共通点があるだけで喜んじゃう。うんうんうん、あ、こちらのプレーシェープレーシェーの住所はですね、あ、ごめん、こっちはなんか LINE に書いてないこれわかんない、うん、あ、でも渋谷だ、これは、あ、これも渋谷だ、プレスレープレスレーも渋谷でございますので、まあ頑張って調べてください。渋谷プレスレプレスレって調べたら出てくるんでしょ、多分、うん、きっと出てくる。お、これも道玄坂なんだ、29丁目29-5だって、似とるね。ズレちゃん、クマありがとう、クマやっぱとても可愛い、ありがとうどちらもね、あ、プレジャープレジャーなの？そっかそっか、プレジャーで、じゃあよろしくお願いします。皆さん渋谷プレジャープレジャーでお待ちしております。明日は道玄坂のなんか、なんかあのとこ、あの辺のとこで明後日も道玄坂のあの辺のとこでやるんで、お待ちしております。今日は岩田ひなが一つ賢くなっためでたい日いつでも私賢くなれるから、無限の可能性を秘めてるからね、私の脳みそはうーん、おもちさんとのカフェとか行けたらいいね、本当行きたいんだけど。わっ、私マネージャーさんに LINE したんだけど、まだ見てくれてない
涙。返信来ないかな。ハッピーニューイヤーです。ハッピーニューイヤーです。新しくなった渋谷パルコいい感じよ。え、渋谷パルコ新しくなったん？言ってないな、それは。行きたい。そうね、まだ休んでる可能性があるわ、マネージャーさん。それは大いにある。休んでもいいよ。今日の夜までには返してほしい。し、ゆちゃん行ったカフェ行きたい。あ、教える。まあ明日でもいいか。明日帰って来なかったらびっくりだけどな。さすがにびっくりしちゃうけどな。カフェとかで見バレせんね。大丈夫。なんかカフェはなんか見バレしたことないな。圧をかけるか悩むよね、こういう時。昨日のさ、まあ夜ぐらいに送ったものをさ、今日のお昼になってもさ来なかった場合で、でもちょっと早めに返信が欲しい時ってちょっと悩むよね。いや、まあ今日の夜までまあ一日待つかみたいな。幸せのマネージャーさん、いや、めっちゃ早いよ。そうだからこそ言いたくなるんだ。私なり一回電話入れるわって。早い。ちょいやつ。ちょいやつ送るんだ、いいな。いや、私は一日待ってあげるか。今日の夜来なかったら送る。明日の朝送る。一日は待ってきます。いやでもな、早めに欲しいな返信。今日の夜来なかったら今日の夜送ろう。明日の朝じゃなくて今日の夜送ろう。そうしよう。大事だから。いやじゃ優しい、いやじゃ優しくない。あ、諦めことよろですよ。いやさん、もうなんか LINE 早く返してほしいくせに、私が返すの全然遅かったりするから、もうなんかね、えみたいな。それって何って感じじゃん。
違うの、私あのね LINE すごくね考えちゃう、あーって考えちゃう人なの。ダメなの私LINE 苦手なの、しかも電話も苦手なの、すごくやだ。急にかかってきた電話とか絶対に出れない助けて、超最悪よな。ゆうさんからのLINEなら1分以内で返したい。もう嬉しすぎる、そう言ってくれるの。ルンでも私が返すのはちょっと遅いけど、でも私はねよく考えてから送りたいだけだから、あのそう全然あの嫌いとかじゃなくてそうなの、よく考えてからあの送りたいの。なんか電話するイメージ、あのね一回なんかかけちゃって、あの電話しちゃえばなんかこっちのもんなの、急にね。そうそうそう、いろいろ話し始めちゃったらもうこっちのもんなんだけど、その最初とかすごい苦手、キャーってなる、なんかキャーってなる分かって、あそう分かる、それな。ひなも相手の返信の速度に合わせる人間でございます。仕事の時はねもう早く返しますけれども、あのプライベートのなんか LINE は相手の返信速度に合わせてっていう風にを心がけております。はい、もうすんごい速さで、もうすんごい速レスでくれる方はあのすいませんけれども、あのちょっと待って考えさせて一回ってなる時がありますっていうことです。はい、そう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 、今日ね、そこでするのに編集一日でも待つ俺寛大本当にね寛大だよね。そうなの、文章だと余計に相手がどう受け取るか考えてしまうのよ。そうなの、すごくわかる、あなたのその考えとてもわかります文章だけってなるとなんかこれ送った後でこれ送るかみたいな、なんかちょっとなんかいろいろ考えちゃって、なんかこれ送ってなんか話終わっちゃうか、まあ話終わっちゃうけどいいのかみたいなそんな先のことまで考え始めちゃうみたいなね、何も考えてない。そう意図してないって伝え、なんか伝わり方するのは嫌じゃん、それだけは嫌、それだけは避けたい。なんかちょっとなんだ、怒ってるように見える、なんか怒ってないけど怒ってるように見えるじゃん、なんか文章ってなんでなんだろうね。びっくりマークでもなんかさ怒ってるように見えたりするのなんて言ったらいいの、なんかダメかも、これダメかもみたいになっちゃって、そう、あ、そう、冷たい感じするの、そう、ダメかも、キャーってなっちゃうから何年って言っちゃうな、難しいよね。だから私絵文字超使うよ、
起きたいなちゃんだ。おはよう、今日め。おはよう。お昼用ですよ。一応ね。可愛い文字めちゃくちゃ使ってそう。全然使ってない。だってこの「うん」っていう笑顔ばっかり使ってるだけだから「うん」っていう笑顔でね「うん何も怒ってないよ」みたいな超機嫌がいいよっていう顔をしております。それそれ「うん」の笑顔、私機嫌がいいの顔を使って、うん、相手を怖がらせないようにしております。よし、明けましておめでとう。明けましておめでとう。絵文字派？顔文字派？あのね、仲がすごくいい人には顔文字も使うけど、仲がすごくいいってわけじゃない人には絵文字しか使わない。はい、ねえ、あ、そこで分かっちゃうか、そこでバレちゃうか、内緒にしといてじゃん、内緒な。やつがビジネス文章送ってるイメージがないか。やつ送るよ、全然マネージャーさんに。了解しました、丸。でも丸で送らないかも。了解しました、びっくりマークって送ってるかも、いつも。こちら何時何分にファンクラブに投稿お願いします。びっくりマークだもんだ、だいたい私だいたいびっくりマーク。あ、でもちょっともう怒ってる時の LINE とかあるじゃん、やっぱり業務連絡でなんかさ、うまくいかなかった時。なんか「ん？何やつ？」みたいな時あるじゃないですか。え、どういうこと？みたいな時あるじゃん。その時はびっくりマーク送りますよ、私は。はい、送ってる時はもう文字だけか丸ってつけてる。怒ってるからね。そう。そう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 、うん、敬語、敬語なんだけど、あの文字だけ丸つけみたいな、なんかちょっと、まあ、なんかなんだ、丸に圧をかけてる丸みたいな。え、これってどうなんですか。丸みたいな。これってどうなんですか、丸の、この丸に圧をかけてる。ことはありますけど、うん、文字だけ、あの丸とか送らない。ダラダラって文字送って、丸、文章の最後に丸を送らず送る。うん、怒ってる時はそうなりますね。はい、
丸の後ろにそうこの丸にねちゃんと怒りを込めて丸ってやってますはい、おごりますよ私も。なんでって思う時あるもんだってそりゃあるよ人間だもん。初見だけどイノさんのことは知ってる。あら嬉しい。フォローも知ってる。ネタ怒ると怖そう。あ、じゃ怖くないって言われる。うん。ふふふふ。あら、フォローもしてくれたのありがとうね。ルンルン。うん、新年初フォローじゃない？それは違うか。お、仕事始めなのですが、体がだるすぎ問題です。仕事始め今日からの人多いんだよね。お疲れ様です。うん、普段怒らない人が本気で怒るとめっちゃ怖いイメージ。でも私無になっちゃうの、無言怒ったら無になっちゃうからな。うん、もう無、うん、超冷静に言うんだけど、最初は超冷静に、なんとかなんとかで、なんとかなんとかじゃないですか、うん、でなんとかじゃないですかって言ってもなんか全然分かってくれてないなーって時はもう無になる。うん、すん、突然の、そう、突然の諦めが来るんです私の中で。あ、もうダメだ、すん。ね、しばらくね荷物か、そう、すん、すん、うんうん、それが私の怒り方です。はい、スンってしましょう皆様ね。どない散らかしてもね、あの変わりませんから。うん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 、だから仕事始め、押し始めのが早いので安定。よかった。で、荷物って結構忘れない感じ。なんか忘れん時と忘れすぎるな、でも。広島コーパシェリーさんおめでとう。新春から美女がやべえ、あら大爆発。うん、ねえ大吉おめでとう、びっくり、やばい、あと少しで昼休憩ある。あら今日はみんなの昼休憩の時間を狙って配信してみた。いよん。でもね、もうちょっとやるね。そう、みんな元気そう。うん、だったし。今年初のスクショタイム希望。スクショタイムか。おちまい。うん。かいなたた。
正月から会いたかったから嬉しい。嬉しいよ、そう言ってくれて。ハメになってもうた、ヘタッピことよろお嬢様ことやろそう、ありがとう、ツイート後でしますね。お、嬉しい、みんなの配信終わりのね、あのね、ツイートは楽しみです。日々の日々の楽しみでございます。うんうん、エゴサするよ、みんなのこと見てる。大丈夫かなーって、浮気してないかなーって見てる怖っ、浮気してないか見てるよ。見てる見てる。へえ、エゴサとかするんやもうめちゃめちゃするけど。明けましておめでとう。うん、ギクハシとか岩田ひな全部追ってる、全部追ってるよ、全部見てるか。一回さ、デジタルデトックスした時あるんだけど、私その時も結局デジタルストックス、デジタルデトックスした後に全部見たの。過去をこう全部、あ、見れてなかったやつ全部見たみたいな感じになっちゃって、なんか意味あるのってなっちゃったことがある。ぐらいにはみんなのことを知りたい。ダメだ、病気違う、岩手ひなしか話してなかったのに最近一人増えたとか絶対ない。まあ増えたんだやつみたいだけど、僕はデトックスされました。それはよかった。デジタルデトックスってなんだ、なんかそのいろいろなさ情報をもうストップさせるの、自分の中でもう見ない。全ての情報を遮断、ネットを遮断ということです。はい、そしてただぼーっと自然を眺めたり、ぼーっとするそれがデジタルデトックスなんですよ。そう、漫画とかね読んだり、本とか読んだり、なんか片付けとか掃除とかしたり、景色見たりちょっと景色見ながらね、飲み物、あったかい飲み物とか飲んだりすること、デジタルデトックスって言うんですよ新年からキラキラして可愛いよそうなの、なんかねめちゃめちゃ寝れてるから、なんか肌のツヤがすごくて、なんかもうツルツルしてるんだよね。私どうしようか、睡眠ね、肌質改善されちゃったな。何分持つの、もう1日だけやったんだけど多分、結局ね、昨日何があったかね、見せたから。明けおめ、め、おめめ。
あ、シャインマスカット食べたくなってきた。今冷蔵庫にシャインマスカットがあってね、あとねふるさと納税でね頼んだね、チーズのなんか5点セットみたいななんかやつのね、マスカルポーネがあるんだけど、そのシャインマスカットとマスカルポーネを合わせて食べたら絶対美味しいんだよね。もう今日それをやろうと思ってルンルンしてるんだ。シャインマスカット食べたい今。まずいな、良くない？シャインマスカットマスカルポーネ一緒に食べたことある人いますか？この中にすごく美味しいですこれ。あのとっても美味しい、はあたまらないってなりますんで、これは贅沢な遊びでございます。はい。マスカルポーネに紅茶の茶葉とシロップ入れてアールグレイクリーム作ったらフルーツに合うよ。何それ難しい。でも美味しそう。うん、それまた贅沢な遊び。ねえ貴族のたしなみだ。うん、そう。あら、のぼるちゃん今日も好きだよ、ありがとう。クマか、これ、クマ。そう。ルンルンだから。いや、時に向く用紙に入れてください。大変だよ。でもみんなも今さ、ふるさと納税頼んでからさ、いっぱい美味しいもの食べたんじゃないの？ね。みんなもふるさと納税で贅沢したんじゃないの？どうなの？ふるさと納税音声クーポンにしました。あーいいね、最高じゃん。いくらとホタテ食べました、いいね。今年はツアー決まったし、次の週していきたいと思います。嬉しいね。すき焼き食べた、いいね。やろうと思って毎年忘れる、もうダメだよ。うん、ふるさと納税忘れてはいけない。ルンタッタールンタッタ、いやもういっぱい美味しいね。カニ食べたよ。あのひなのふるさと納税じゃないけど、ひなのふるさと納税じゃないけど、パパのふるさと納税だけど、カニ食べまくってやったし、ね、家族みんなやってる。もういくつ寝ると確定申告。面白すぎる。この後お寿司か焼き肉どっち食べようか迷ってます。お寿司がいいと思う。ひなは最近お寿司の方がラブイです。寿司なそ、寿司なその方がね好きだね。たまんない寿司。ふるさと納税ひなちゃんのチェキください。販売しようかな、じゃん。
これから初マック決めてきます。いいじゃん。ふるさと納税でカメラのレンズください。カメラのレンズもあるのかな。なんかパパピオはなんだっけ、なんかゴルフのなんかこの距離を測るなんかやつ、なんかこう虫眼鏡みたいなやつふるさと納税頼んでたよ。うん何それ、そんなものもあるんだねって言ったから、カメラもあるのかな。ほらこれから渋谷にライブ見に行ってきますって。明日と明後日も来てね。ひなは明日と明後日渋谷でライブしてるから3日間渋谷でライブ見ることになるけど、よろしくね。なちゃんゴルフ始める？なちゃんもやってみたいんだけどね。どうだか。そう、飛ばなさそうだよね、ひなちゃんのこのカーンねえ、どうだろう。明日の渋谷行きそうだから撮りましたって。ええー、嬉しい。明後日の予定見てみる。ええー、嬉しい。ニコニコしちゃう。今年もあざたいの？そうだよ。まああざといっていうか、素なんだけどね。いちいち。やちゃんゴルフバッグと同じくらいのサイズかな。でもゴルフバッグでかいよね。確かに同じくらいのサイズかもしれない。ね、ゴルフウェア可愛いよね。そうなの。似合うかな。ふふふ。ゴルフ絶対向いてると思う。マジか。でもね、パパも、おじいちゃんも、お兄ちゃんも、すごいゴルフやってんのよ。大好きなゴルフ。ゴルファー。ふふ。やつあの知ってる男たちみんなゴルフが好きだ。みんなゴルフやってたの、みんなで行くらしいからね、その、プラスなんか親戚のおじさんとかもゴルフが好きだから行ったりするらしいからね。みんなで一緒にゴルフ行くんだよねえ。ゴルフ大好きだ。みんなゴルフ好きなんだ。パッとゴルフから始めようって、何それ。なんやん、ゴルフ難しい。そうなの。あら、お仕事頑張ってね。やっぱゴルフしたら体痛くなるんだ。筋肉痛っていうもんね。久しぶりにひなちゃんの好きなアイドルいたりするね。ひなちゃん結構ドルオタだからな、いそうだな。
スタさんいるの嬉しいな。うん、好きなアイドルさんいる。いる。いるね。いるね。楽しそう。オタク側で見たいな。出ますけど。今日はね、13時半までかな。1時半になったらやめますね。あ、そういえばみんなにさ、私さ、今年のおみくじのさ運勢を言ってなかったと思ったんだけど、だからみんなにね説明してあげるよ、私の今年のおみくじ結果を何吉だったでしょうっていうのを投票で、まあ5個ぐらいでいいか。1番大吉、2番中吉、3番小吉、4番凶、5番大凶。はい、あ、吉がなかったらしい、ごめん。じゃあ本当だ、まあいっか、吉はないってことで今ので確実に吉はないってことがバレてるからね。うん、吉はないってことで、1番大吉、2番中吉、3番小吉、4番凶、5番大凶。これでいきましょう。うん、正吉もない。うん、ないよ、ひなのひなみくじにはないです。はい、大中小で用意しておりますあとは今日でございます。はい、確率がなかなか今日が多い日のみくじでごめんなさいね。ということで、ドゥルル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 、え、吉と小吉ってどっちが上なのか分からなくなる。確かにね、吉の方が上っぽい確かそうだった気がする。うん、ちょっと今日の厚みがすごいですが、投票終了しますよ。おお、中吉が1番で、2番が小吉で合ってるよね。大吉が3番で、今日が4番で、5が大凶という。今年のおみくじの結果は、大吉の次が吉だったんだ、すごい。吉ってすごい、大吉、吉、中吉、小吉、末吉なんだ、すごいじゃあいきますね。ドロロロロロロロ、パパン、小吉でしたすごいね、みんな、なんでわかったの。 26.7 でさ、1位と2位でそんなに差がないんだよ。なんでわかったの、みんな、ひなが小吉ってこと。え、なんでなんで小吉ってわかったの、なんで教えて。だってひな大吉かもしれないじゃんね。小吉顔してる最悪、小吉オーラ出てた、最悪、泣いたフ
泣いた。去年はでも大吉だったんだよ私。そう、小吉だったの。バレた？大吉の天正館ではないのがバレたか。まあ確かにな、大吉の天正館ではなかったかもな。そう、でもちょっとバレちゃっててびっくりしましたけど、でもいいこと書いてあったんですよ。私ちゃんと読ませていただきますね。私ちゃんと写真に収めてるんでね。ほらこんな風にあの写真に収めております。え、今日弾いてる人がいる、じゅんやさん。ちょっとお祓いシャーンシャーン。はい、これで大丈夫でございます。はい、じゅんやさんは大丈夫です。あのお祓いしといたんで今私は。はい、シャンシャンしといたんでね、大丈夫ですよ。うん、やばい、あ、大丈夫大丈夫、シャンシャンしといたから、ひなちゃんのシャンシャン効果すごいから。うん、すすす、私神社の娘なんでね、大丈夫ですよ。安心してください。はい、大丈夫です。いいことしか起きません。シャンシャンの人小吉なの、おもろい。シャンシャンの人も小吉引くの。キさん大吉おめでとうございます。よかったね。はい、それではね、読めしていただきましょう。春風に池の水も溶け果て、のどけき花の影ぞ映れる。多分春に池の、あ、池の氷もか、池の氷が溶ける時、花の影と映れる、花が映る。私、春にいいことあるってことが書いてあります。はい。春風に池の氷も溶け果て、のどけき花の影ぞ映れる。そういうこと。ね、なんだか素敵。うん。そう。ね、つまりね、うん、そうね、私春まで待った方がいいってことだね。私春からはもう春越えたや、もう鼻覗くぐらいのいいことあるから私っていうことが書いてあります。はい、うんうん、そう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 。ほんで、春の日に暖かに和らぎ、花咲き匂うごとく、今までの悪い運も開けて栄えるみくじです。あ、素敵。どうしましょう。本当、私、春の日に暖かに和らぎ、花咲き匂うごとく、今までの悪い運も開けて栄えるみくじです。あ、どうしましょう、これね、良すぎてる。うん、やはり私はもう春からもう絶好調ってことですよ。これつまり、え、そういうことよね。だって春の日に暖かに和らぎ、花咲き匂うごとく、今までの悪いものも開けて栄えるんです。ありがとうございます。はい、心正しく行いをすぐにし、色を慎み、信心して人に慈しみを施せ、幸いよく寄り添う。ま、心正しく行いをすぐにし、色を慎み、信心して、色を慎みって何？
精神と肉体の精神と獣神もうなんかやるやつ絶対わかんない色恋そういうことそうだよね、心正しく行いすぐにし色を慎む、本当にそうだよね、わかりました、了解しましたアイドルだからね、私はね、うん、そう、ちょっと完璧に究極なアイドルっていうことをねやらなければいけませんよっていう話ですよね、きっとね。人に慈しみを施せ、待ってください、慈しみってどういうことだっけ、慈しみ、下の者、弱い者に恵みや心がけを大切にすること、なるほどなるほど、幸いよくよいぞ、なるほどでございます、はい、ありがとうございます、うん、じゃあ今年のひなちゃんはちょっとあまりあざとすぎずに、人に優しくという心でやっていきたいかなと思いますね。いい勉強になりますね。ね。願い事思い通りです、しかしやり過ごせば足、やり過ごせばってどういうことだろう、ちょっと待ってよ、やり過ごせ、あ、放っておくことは良くないことってことだ、だから思い通りに願い事は叶うけど、その願い事を放っておいたらダメ、それのためになんか頑張ったりしないといけないってことだよね、願い事のを放っておいたらもう腐るよってそう、きっとそういう、待ち人来るも遅し、はい、うせもの必ず出るものの間、怖い、何、ちょっと待ってものの間ってあまりにも怖い、もうダメだ、隙間を作っちゃダメってことつまり薄物は必ず出るし物の間から出る、こういう隙間を作らないでくださいということですね。でもひな本当になくし物するんですよ、薄物ってそういうことよね、なくし物ってことよね、え、合ってるよね、なくしたもの、落としたもの、探しているもの、うん、そうだ、私はなくし物が必ず出るけど物の間住みこ暮らしってこと、そういうことかも、うん、隙間男ね、懐かしいね、待ってください、私エアポッツ何回もなくしかけてるんですけど、何回も私の元に戻ってきて、なんと一回もなくしたことないんです、エアポッツ、すごくないですかこれね、うん、何度だって私の元に帰ってきてます、はい、一回もなくしたことがありませんので、いや、い5回ぐらいはなくしてるはずないけど絶対戻ってくるの、
そう、めっちゃ帰ってくるね。そしてうーんと、旅立ち騒ぐな。なるほど、旅立ちってなんだっけ、旅行か、旅行は騒がず。じゃあ私は韓国にね行く予定があるんですけど、あの騒がないで行きたいと思います。静かに韓国に行きたいと行きたいと思います。はい、いそいそとかいう感じ、いそいそ、慎みを持っていそいそという感じで、私はあの韓国に行かせていただきたいと思う。旅立ちがねちょっと騒ぐなという風に出てたので、そういそいそと行かせていただきます。はい、あのテンションがあまり上がってなくても、あの占いに出てた、おみくじに出てたしなってみんな思ってください。はいはい、そうそうそう、終わった後にあの帰ってきた後に、いや楽しかったーっていうあの爆発させますんで、一旦ちょっとこそこそとしておきますね、楽しさを。はい、そうそう、ウィーはね、そうそうそう、韓国でウィーってならないようにしてますね。そうそう、フォトブックね、撮影で韓国に行くんですよ。みんなが七並べで5位にしてくれたおかげで、はい、いってらっしゃい、ありがとう。そうそう、旅立ちって旅行なんだ。あ、旅立ちの字がね、旅に旅行のこう、あの旅行普通のこうで、旅行って書いて旅立ちって呼ぶみたいな。なんかそう、おみくじだとね、旅行は旅立ちなんですよ。うんうん、韓国で何かなくしたら間探してね。ありがとう。そうする。うん、まあ騒ぎすぎはね良くないっていうことで、飽きない商売ですね。利益あり売りに吉。あー、マジかマジか、なんか売らんといけないな。でも売ろうと思ってるもの結構いっぱいある。大掃除してからさ、なんか売ろうって思ったものめっちゃあるよな。売りに吉出てるから売らなきゃ。学問雑念が多すぎる、勉学せよ。ごめんなさい、あの学問に関しては雑念が多すぎる、勉学せよってこと。はい、私はねちょっとあの一応色彩検定3級っていうのを去年取らせていただきまして、あの今年は色彩検定2級を受けたいなと思っておりますが、あまりにも今はい雑念が多いですね。確かに、うん、ちょっとそうですね、雑念が多いです。やつはスピーサー絶対買います、マジか。売るか、やはり売るか。うんうんうん、そうね、資格取りますよ多分ね。相場売れ持てば損、なんか売った方がいいって書いてあるね。もう飽きないの方でも利益あり売りに吉って書いてあって、相場の方の売れ待てば損って言われて、とにかく売れって言われてるんです。とにかく売りたいなと思います。争い勝つこと十分なり、ありがとうございます。はい、争いは勝ちますね。なんでいつでも私にあの喧嘩売ってもらっても大丈夫ですよ。私勝つこと十分なりなんで、あのいつでも私に喧嘩売ってきてください。お、やんのか。ごめんやけど、勝つこと十分なり出てるんや、こっちは。
任せとき、叩きのめしてあげるわ。はい、恋愛いい人です、信じなさい。あ、わかりました。ファンのみんなっていうことですね、これはね。はい。ファンのみんなはいい人です、信じなさいということですね、これはね。知ってるよ。うん、占いおみくじでなくても知ってるよ。うん。そして矢移り、引っ越しですね、早くしてよろしいということで。引っ越しね、そう考えるよね。うん、悩むよね。うん。悩んでんだ。うん。初めまして、フォローしました。あら、ありがとうございます。新年初フォローかな。ありがとうね。そう、一人暮らしね、一人暮らし楽しいぞってきてる。一人暮らしね、やりたい。一人暮らし無理でしょ、わかんないじゃん、やってみないと。何もできないだろうって。よくわかってんね、私が何もできないことを。よく知ってんじゃん。ファンが優しいの知ってるようで泣きそうになる状態。いい人です、信じなさい。そう、知ってるからね。うん。やさ、一人暮らしできると思う。本当に？やればできると思うんだよ、ひなも。うん。だってひなちゃんのファンだものね。いい人よ、そりゃ。そしてお三やすし、母子とも順調、ありがとうございます。生まれる予定はないでございます。失礼。生まれる予定はございません。病、医師を選べ、治る。なるほど、医師選びが重要ということでございますね。縁談、威力の触りあり、密かにすればよし。威力の触りありって何？急に和な言葉でできたけど。でも縁談って恋愛なんだろう、恋愛とはまた違うの、これ何なんだっけ。あ、結婚ね、結婚のことか。威力の触りありの意味はちょっと知りたいかも。いろいろの触りありっていうことらしいですね。師匠、邪魔がいろいろと入りそうです。ですからあまり公然とではなく秘密裏に進めると良いと言っています。ということらしいので、ずっと密かに。結婚しません、はい、するわけなかろう。うん、秘密裏に結婚しません。するだけながろうが、教えてほしい。いない、いないよ、結婚相手いない。大丈夫、双子とかいない、大丈夫、いない。うん、振りでもない、ガチの話。
赤ちゃんが結婚できるわけないだろひなちゃん赤ちゃんか。うん、まあそうだよね。みんなに比べた赤ちゃんか。うんうん、結婚願望はあるんだ。いや今はないよ。うん今はない。うん、もうちょっと大人になってからに。うんうん、そう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 、うん、全然結婚できる年齢だよ。二十歳だし、あと2ヶ月ぐらいにはもう誕生日で21歳だしね。うん、そう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 、今はないですね。うん、ゼロです。うんうん、そうそう、21歳になりまち。大きくなったね。親戚来た、親戚のおじさん来た。うん、はい、最後にね、神の教えというものを読ませさせていただきます。神の教えを忘れてよ、その小道迷うな枝道に、自分可愛さに耳行き身勝手なことばかりを考えて、わがままに振る舞えば、いつしふふふ様の御心から遠ざかり、ついには神様から離れ、不幸を招くもととなる。常に思いやり深く、心深く人を慈しみ、社会に尽くし、地上に平和の高間が原を表すべく、世界作り恩のお役目大事と日々努めることが誠の神の教えである。はい、ということですね。まあ、つまり自分可愛さに耳気身勝手なことばかりを考えて、わがままに振る舞ってしまったら、神はあなたを見放します。そして不幸をもたらします。なのであなたは常に思いやりを持ち、社会に尽くし、地上に平和の高間ヶ原を表すべく人となるのです、ということです。はい、高間ヶ原まあつまりですね、私はもうわがままに振る舞わない。うん、この愛、そして平和、ラブという気持ちを持ってやるということですよ。りゅうちゃん可愛いの分かっとる自分可愛さに耳に気味があって自分のこと可愛いと思っとるってことよね、これね。やめてよ、そんなこと思ってないのに。うーん、ね、女神様になれというお告げね。でも本当にね、そうだよね、と思います。私もわがままに振る舞わないのがいいと思って生きているので、私もね、うん、もっとわがまま言っていいと思う逆にね、わがまま言わなさすぎてね。うん、私はね、あのね、いつだってうんうん、世界の平和が大事ですからね。まあこんな感じで私の初詣おみくじさんでございました。小吉なのにさ、いいこと書いてあるでしょうね。え、
ナプは優しさの塊。そう、私は優しさの塊、具現化。ひなちゃんがいるところが高間ヶ原。ありがとう。うん、むしろわがまま言ってほしい。わかん、わまん、コレクション。うん。ひなちゃん、自分が全人類で一番可愛いと思うことを認識した方がいいと思います。どうしよう。認識した方がいいか。そう、広島のね、初詣に行きました。そう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 、まとめ騒ぐな、やめなさいよ。それ旅行の時だけだから、騒ぐのは。うん、そう、でも本当になんかこのおみくじを引いて、私はハッとなりまして、はい、なんかこう、うん、私は春からいいことがいっぱいあるのかと思うと、なんか頑張ろうと思いました。うん、チャートリで騒げないじゃん。まあ、チャートリでどっか旅行行くわけじゃないからね。うん、そうそう、大丈夫大丈夫。大丈夫。運気が上々ってこと？周年ツアーの頃に運気上がってるね。それは嬉しいね。嬉しいとはな。うん、いいおみくじを引けたと思っております。うん、うん、恋愛のいい人です、信じなさい。本当に面白いけど、ちょっと、うん、でも確かにみんなはいい人。うん、ひなが今好きなの、まあファンのみんなだからね。うん、え、リネタンは今日が出たらしいよって。まずい、リネタン、そのままお払いに行ったか。今日が出ればつらいな。うん、わかりやすく、やっぱり今年もひなちゃんについていけば絶対幸せになれるってこと。そういうこと。まあ確かに今日が今出たら、もうここから先は運気は上げていこうっていうことですか。でもおみくじ別に一回ルールじゃないから、もう一回引いてもいいと思うけどね、私は。うん、そう、ひなはまだ人生で一回も今日引いたことがないけれども、もし引いてしまった場合はもう一回おみくじを引き直そうっていうのを心に決めているんですよ。そう、
占い信じるね。私はね、割と信じるよ。うん。いいことだけね。いいことだけ信じるよ。いいことだけ信じるの大事ね。それな、めっちゃ神社行くけど結構大吉率高い気がする。いいことだ。でもひなもね、結構大吉率高いんだけどね。まだ今年は小吉だったが、春になれば絶好調ということらしいので、春から大吉ってことかな。そう、内容は別に悪くなかったからいいんだ。うん、そう、うん、ね、ちょっと冬は冬眠で行きたいなと思います。うん、まあ気持ちはね、あげていきたいですけど。2月誕生日だし、うん、2月誕生日だし、3月も、3月から春ってことでいいか、じゃあ、うん。30分になったよーって。マジかマジかね。あ、しいたけ占い見た。まあでもしいたけ占いもなんかいいこと書いてあったんだよな。あ、30分なった。マジかマジかマジか。じゃあちょっとしいたけ占いでどんないいことが書いてあったか聞いていい？ねえ、もう2時間配信してた。びっくりん。自分も周りも種となって、新しい大地に根付き、その場所にそれぞれのお花を咲かせていくイメージがありますっていう言葉がすごいいいなと思いました。私は、うん、今年の私はとっても未開拓なゾーンへ開拓していって、もうどんどんそこで成長をしていくぞっていう気持ちになるっていうらしいのね。そう。自分も周りも種となって、新しい大地に根付き、その場所にそれぞれのお花を咲かせていくっていうイメージ、このイメージ大事だなって思いまして、はい。そう、なんかね、今年の私はもう本当にいろいろなことをチャレンジするよ、やりたかったことをやるよっていう風に出てて、そう、いいなって思って、うん、私あんまり新しいことをチャレンジするけどね、そんないっぱいはチャレンジしないから、なんかこう新しいことをこう一個にこんな全力でめちゃめちゃ頑張って花開くみたいな風なことできたらいいな
うん、この書いてある通りにねなれるようにね、そう、しいたけ占いさんはね本当によく当たるなと思いますので、皆さんも、お羊座だったら運命と相思相愛になる、お牛座さんだったら、お牛座さんだったらちょっと待ってくださいね、私の中の5歳児に意見を聞いてみますね、はい、面白いから結構だそうですっていう感じで、双子座さんだったら遊ぶのが仕事、遊ぶことが義務で、蟹座さんだったら荒波を乗り越えて戻ってまいりました、やった遊ぶぞーで、獅子座さんだったら遊びの年が始まりました、乙女座さんだったら全てのチャンスには乗っからない、それよりも私の小さな夢を叶えていくで、天秤座さんだったら私の中の小学3年生が暴れていくぜで、サソリ座か、サソリ座さんだったら修行僧から大将軍への華麗なる変貌で、伊手座さんだったら真剣に遊ぶ、真剣に脱線する、そしてお羊座さんだったっけ、だったら運命からご褒美タイム、水瓶座さんだったら近くにあるものを遠くへ、ヤギかヤギ座さんか、運命からご褒美タイム、なのでね、シュ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 、私は魚座さんなんですけど、私の前に現れたのは大事な空白の穴、楽しむときは楽しみ、諦めるところは諦める、少しだけ自分本位になりますよっていうことですね。カニ座あるよ、カニ座言ったよ、荒波を乗り越えて戻ってまいりました、わーいやったー遊ぶぞーだよそう、うんうん、確かにね、大体遊んどるね今年、どの星座も。ね、書いてあることと全然違うんだろうけど、乙女座ぐらいじゃない、めちゃめちゃ真剣なの、乙女座の方は多分真剣な年なんだと思う他は遊んでるけど、乙女座の方は真剣なガチな感じの年なんじゃないですかね。まあ本当だ、一番妖精でボビてた、お昼だろ、すみませんで、ありがとうございますそう、乙女座だけし遊べないのくさちょっとかわいそうか、まあ来年は遊べるかもしれませんからね、よしっていうことで、時間がだいぶ経ったのでランキング読んでいきたいと思います。うん、10歳ジュンヨさん、ジュンヨさんのことが好きなさん、ジュニハンシタン今年もよろしく、誕生日前日のリアル大阪を楽しみすぎる、おお待ちしております、楽しもうねことやろ、うん、じいちのまるちゃん今年もよろしく、ことよろことよろことよろ、うん、じゅいあきさん、いのちゃん今年もよろしくね、ことやらなよ、うん、きゅいどりんさん明日楽しみを来るのかにしてるさん、友人と行く、お待ちしております、ご友人さんと一緒に来てくれるの嬉しいな、
ちょっとピンクと黄色のペンライト振ってくださいね皆さん。明日明後日来る方は見つけやすいので。はち、かずきさん、かずきさんのことが好きでしょう。なに、生徒教太郎さん、今年もたくさん思い出作りましょうね。ね、いっぱい作ろうね。ルクイセイヤさん、明日明後日楽しみにしていますね。結婚、あら、2日連続来てくれるの嬉しい。結婚。やったね。恋岩田かしんさん、今年もひなしか、明後日楽しみですか。あら、明後日お待ちしております。やい、さめきさん、本当によろしくお願いします。変わらない愛誓います。誓ってください。よろしくね。はい、ユーティーさん、今年もよろしくお願いします。ことよろでございます。つねちゃん、つねちゃんのことが好きなさん、1位がドロロロドパーン、ザさん、好きすぎるがゆえに、でもやっぱり好きなので、愛マシマシします。愛マシマシにしといてください。いつでもひなちゃんの愛のオーダーはマシマシでよろしくお願いします。ホイップクリームマシマシでの感覚で、愛マシマシでお願いしますね。ご注文受けたまわってくださいね。はい、ということで、1時間じゃないね、全然2時間10分ぐらいやってますが、見ていただきありがとうございました。ひなちゃんの配信楽しすぎました。本当にありがとう、それはよかった。ちょっと1月1日からね、石川県であった地震のこととかもあって、あんまり SNS でする発信を控えていたんですけれども、少しずつね、やっぱりなんだろうな、私もこう皆さんに笑顔とか元気を与えたいなと思っておりますので、また明日からも、明後日とフェスもあったりしますし、その時もね、ちゃんと元気フルパワー全開でやっていきたいなと思いますので、はい。そう、やっぱりね、余震とかもありましたからね、あんまりそういうのはね、ちょっと SNS は控えさせていただいておりましたが、そう、少しずつね、また元に戻るのはなかなかね、時間がかかるかもしれませんが、みんなが笑顔で、そう、また過ごせるような日が来ることを願いながら、私も日々皆さんを笑顔にできることを考えながら過ごしていきたいと思います。はい、ということで、とても楽しい時間でございました、私も。そう、明けましておめでとうございました。ちょっとね、一応年越し配信はしたんですけど、見れてない方も多かったと思うので、今年もよろしくお願いします。あら、好きが増した、嬉しいな。おめでとうございました。ね、今年もよろしくね。ではでは、また会いましょう。皆さん、あつぴよでした。またね。あ、そうだ。ツルのフォローしない人はぜひぜひハートのボタン押してフォローよろしくお願いしますね。なんとね、私ね、フォロワーさんがね、1万9000何百人ぐらいだったはずなんですけど、もうちょっとでなんと4万人いくんですよ。このショールームのフォロワーさんがびっくりぽん。ぜひぜひフォローまだの方はよろしくお願いいたします。
そして X やインスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いしますね。ではでは、おつぴよでした。またね、ありがとうね、長時間。